速報、遠藤航イエルで全体評価2位に。話題となった圧巻のスタッツがこちら。遠藤航のトゥールーズ戦のスタッツ、ゴール1点、パス成功率70分の67、96%、キーパス2回、ドリブル成功数1分の1、地上戦勝利数11分の8、空中戦勝利数4分の3、インターセプト3回、タックル6回。この試合のデュエル王は遠藤に。さすが遠藤航、デュエル王が帰ってきた。リーグでもスタメン全然いけるやろ。これがリーグでも出せればスタメン間違いない。マクアリスターも悪くないけどアンカー向きじゃない。信頼勝ち取って11月25のシティ戦とか12月24のアーセナル戦でスタメンで出てくれたら激アツ。クロップ先生 CAA 君がかまけて主事放棄しようと企んでる気がします。